相良頼房は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての大名。相良氏の第二十代当主で、肥後人吉藩の初代藩主。頼房は、署名で、晩年である元画2年に、長ごとと改名したので、先祖と同盟の相良長ごとが実名であるが、区別のために項目名は、頼房としている。また父の義用も署名は、頼房であった。 天正2年5月4日、相良義洋の次男、長寿丸として生まれた。聖母は、相良氏初代、長寄りの六尾、内院の孫である頼元を外する支流と夜流しの、出であった。義洋の代より、相良氏は、島津氏の支配下にあった。天正9年に、京の元の戦いで、父、義洋が戦死すると、10歳の兄の亀千代が家督を継ぎ、 家臣の深見隆仕方と、引導球威がこれを補佐することになった。両人は協議してこの南極を切り抜けるために、企業の他の一種を、島津義久に、人質として出すことで、家の安泰を図ろうと考え、井口八幡神社で育児をして八歳の長寿丸が基地を得た。亀千代は元服して、白太郎、長寿丸は元服して、白二郎という通称を名乗り、義久に、 白亡二郎が人質として、薩摩に入ることを願い出ると、吉久は喜び、改めて、白太郎に、島付先祖の中の字を変記として与え、忠房と名乗らせた。翌年、白亡二郎は、兄よりより忠の名を賜り、人質として、薩摩国出水に送られた。しかし、天正十三年二月、忠房が急世したため、弟の藤千代と人質を代わって、 12歳で家督を継承した。以後も、島津氏に従うが、大友氏攻め従軍が命じられ、8月10日、島津義弘の配下として、家臣の深見高仕方、陰道9位と、ダイアニ親子が若い主君に代わって、熊野兵を率いた。三船で、阿蘇勢と戦った後、10月、日向道から文護国に侵攻する、島津義久、島津義弘の軍勢に加わった。 天正14年1月、高森城行為戦に参加。この戦いで、深見隆方は、和子の深見節助を失った。熊勢は、ワイフ城に駐屯し、島津勢が、肥後国を接見するのを助けた。さらに地区後、地区前への攻撃にも熊勢は加わった。天正15年には、島津市はほぼ、九州を平定したが、 豊臣秀吉の九州征抜が動き出して一気に情勢が変わった。引導九位は伊集院三河守とともに文後の家や挟ま城にいたが3月18日に阿蘇の魚市場城に退却した。深見隆方は伊集院忠宗と共に同じく文後の切れはげ城にいたが足北に退却。島津勢の総崩れとなって薩摩に撤退する中で 熊勢も人吉に撤退した。豊臣秀長が耳川を渡って、山田有信の守る高木を包囲すると、島津義久、島津義弘は、救援に赴くことになり、頼房さも、引導給与を従えて出陣し、日向国で合流した。他方、4月15日に、秀吉が八代に入ったことを聞いた、深見隆方は、すでに戦利なしとして、佐良調整を報じて、 八代に赴き、秀吉の陣所に施行して、所領の安堵を切に哀願した。秀吉は、深見高し方に同情し、所領安堵を許した。深見高し方はすぐに使者を日向に送った。頼房は十七日に、これを知って、すぐに陣払いをしたので、寸前で、ね、白坂の戦いに参加しなかったが、熊野市の何人かはこれを、 潔し義とせずにそのまま、島津義弘の家臣となった。4月23日、佐敷に入った、秀吉の元に長谷参事、頼房は、深見隆方と、ン道九位を連れて拝謁した。以後、秀吉に仕えることになり、豊臣側に寝返って、熊勢も薩摩に侵攻した。九州平定後、太平寺の秀吉人所には、深見宗方が、名城として務めていたが、 彼が、レンガの達人であることを推薦するものがあって、秀吉の前で歌を読み、その外星の意をすでに知っていたかと喜ばれ、大阪に来て直進になるようにと言われるほど大変気に入られた。深見隆仕方はこれを誇示するが、秀吉の彼への高評価が、相良家にとって大いに利益となった。天正十五年、頼房は宮内大輔を名乗るようになった。新たに、 ヒゴ領主となった、笹成政の統治に、国人衆が反発して、ヒゴ国人一揆が起こると、秀吉は、島津義弘と、伊集院忠宗に、一揆鎮圧の助成するよう命じたが、成政はこれを疑い、乱に乗じて、自分を攻め殺そうするものと勘違いして、頼りふに劇を飛ばし、義弘らの入国を阻むよう要請した。頼りふはこれに従って、佐々木で防戦。 二重院ただむがすぐに、これを中心したため、秀吉は激怒した。深見宗方が急ぎ大阪に赴いて、秀吉に陳謝して、行き違いを説明し、島津市と和解すべく、働いたので、ひご国人衆がことごとく罰せられる中にあっても、相良家は、なんとか処罰を免れた。しかし後進、深見隆方も、天正十八年に亡くなった。天正二十年二月一日、 よりふさは、青谷祖神社に参詣して目前に迫った、外政祈願をし、そこで、深見より蔵と、印度ライアニに、下がらせいを与え、大ラを、自らの軍師に、ライアニを、その補佐役と定めた。両名は不仲であり、陣中で不和を起こさぬように聖書を交わさせた。しかし、名古屋城在陣中に、両名はかいを起こし、深見より蔵は国元に帰ってしまった。 竹下健物がこれを悟したので、結局、ライクラは出生することになった。文禄元年、文禄の役が始まると、頼房は、深見頼蔵や、インドらい兄と共に764人を率いて、出生して、加藤清正配下の二番隊に属した。ところが遠征中、国元では、騒動が起きていた。岳下健物の一族の一人が、 出生拒否を理由に領地を没収されたのを、剣持は、インド一族の陰謀と思い、湯の前城に立てこもり、インド氏を滅ぼそうと激を飛ばすという事態に発展していた。両国の乱は朝鮮にいた、頼房の耳にも届き、深み頼り像を疑って攻めたが、彼は知らぬと言い,い、関与を否定した。文禄3年8月15日、頼房は朝鮮より家臣を派遣して、 剣持に切腹を命じた。上位に誰も逆らえず、剣持と、その西、老頭ら数名が腹を切って、ことは収まったが、この騒動は長く、相良藩の過根となった。頼房は、文禄四年に、インドウラヤニを先に帰国させて、旧多家と共に、両国の陳部を命じた。慶長元年に帰国した際、途中まで同行した深見頼蔵は、 加藤清正のもとに出奔し、実父の深見織部も同じく出奔した。大屋にはその妻子を軟禁したので、竹下剣持の旧神羅数十名が湯の前から人吉に来て、奪還を図り、再び騒動となった。奪還は監視されたが、関係のない町屋で殺傷事件が起こされた。大蔵は加藤家領の佐敷に入り、それを追って深見一族から出奔者が、 相次いだが、これを、インドーライアには監視させ、よりふさの命を受け七73名を一挙に、中殺した。これは、死闘を禁じた、秀吉の総武事例の明確内反であり、ライクラが清正を通じて訴え出たため、武行である、石田三成が、ラ蔵とライアニを呼び寄せて、吟味することになった。しかしライアニは、弁が立つ上に、石田三成は、 加藤清正に敵意があり、大兄に一方的に味方した。慶長の役が始まると、再び頼房は出生して、加藤清正の敗下となり、特に安ペン城の防戦と、ウルサン城の戦いで功を挙げ、秀吉から感情を与えられた。頼房は、戦利品として、 朝鮮人捕虜を数十名連れ帰ったが、彼らを住まわせた場所が東神町で、その中の投稿が開いた窯が上村焼き用である。慶長4年に1月、御用税天皇より15位した、左江門の座に上された。また、豊臣政を下手された。この年の6月、秋月種真の娘を妻とした、伊従院忠宗が、伏見で中殺されて、札まで、 将来の乱が起こると、徳川家康の命令で、頼房も鎮圧側で出陣した。また、相良藩でも似たような事件があり、かつてあり、忠房が相続した時、相良頼貞を要した上村長陸が、朝鮮の役の最中に謀反を企てたという容疑で、随章自問外でこれを切った。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、はじめは石田三成の劇に従い、寄草は、 インドーライアニを従えて上京。西軍に加わって、伏見城の戦いなどに参加し、相良家臣、河野石油兵は、戦闘の功を挙げた。しかした方で、ライアニは、家康家臣の良い,い直政と内通して、防御を進めていた。大垣城牢,城牢城中の9月15日、関ヶ原本線で西軍が壊滅すると、よりふさは、 インドーライア兄の策を実行に移し、同じく牢城していた秋月首長、高橋本種兄弟も、東軍の水野勝成の工作で内容したこともあり、これと共同で東軍に寝返り、熊谷直盛、柿見和奈を、木村義信、木村豊東府市らを城内で暴殺し、東軍に降伏した。23日には、大垣城首相の福原長隆も城を東軍に、明け渡して投稿した。 福原を暴殺しその首を取ったのも、相柄のものという説もある。寄草と、ライアには不傷不詳に西軍に就いたと主張し、委員に内通していたことから、家康に所領を安堵を許され、人吉藩二万国の初代藩主となった。インドーライアには、この頃より戦乱の兆候を見せ始め、家康の不況を買ったが、次第に反省の実権を固めた。この頃から、寄草は、 人吉城の改築を本格的に始めた。慶長9年6月、頼草は、伏見にいた、老母、両親にを江戸に、人質として差し出したが、これは、西国の大名の母としては、最初の江戸詰めの例だったので、徳川秀忠は喜び、備前実長の刀をお授け、老母にも、中世月報五十口を与えた。大阪の冬陣には出陣せず、 夏の陣には一応出生したが、到着した時には戦闘は、すでに終わっていた。慶長12年、頼久は、弱子、長寿丸を連れて、駿府で、家康に拝越し、江戸でも秀忠に拝越した。この時長寿丸は、頼久と名を改めた。現長年、柴山騒動があって、相良藩も鎮圧に参加したが、幕府軍の山中での戦いは難航。 結局は、数百名が残首され、椎葉村一帯が天領となるが、鎮圧の功績が秀忠に評価されて、その管理と実質的な支配は隣接する相良藩に任された。寛永六年、江戸にて名乗りを変えて、左衛門の差を主に用いるようになった。寛永九年、年老いた頼房は、大垣城で裏切り殺した面々と、石田三成の追善供養を裏屋に命じた。 現在、岩城寺に、石田三成らの供養母があるのはこのためである。寛永13年6月13日に死去した。去年63、後を、長男の雷広氏が継いだ。島津家とは以前は敵対関係にあったが、豊臣政権時の和解以後の関係は良好で、島津家の当主、忠恒は、自身に男児が生まれないために、相良領内の岩城寺祈祷を願い。 よりふさも自身の家用である、インドーライ兄の着手、佐柄より安の性質に、島津家久の娘を所望するなどしており、また、慶長17年3月9日には家久が、人吉へ来訪し、よりふさもそれを歓待するなど、両家の関係が、比較的良好な様が、佐柄側の資料には記述されている。ありがとうございます。